皆さんこんばんこばは、えー、サニーです、えー、今日は、えー、この場に立ててとても光栄です。Thank you, Patrick. で皆さん、多分、英語のプレゼンテーションつ続いたんで,です、ねえー、集中してかなり疲れてらっしゃると思うので私、ちょっと日本語で、えー、プレゼンさせてもらえればなというふうに思っています。たくさんの外国人がです、ねえー、東京を訪れるようになりました。 昨年は約2000万人の訪日外国人がやってきましたこれから2020年に向けてさらにですね多くの外国人が来るというふうに言われていますさあ東京のですね何が彼らを魅了しているんでしょうかテルアビブから えー、初めて東京にやってきた私の友人がですねこう言いました。久田さん、東京は妖精の町だねと。妖精です、妖精です、西洋でもない、東洋でもない、まあ、何かとてもユニークな場所。彼はそういうふうに感じたみたいです。 東京に住んでる私たち日本人にはなかなかそういうことを感じることができません日常生活の中で客観的な目線を持って見るというのはなかなか難しいことなんですね東京が世界一の街になるためにはこういった外国人の目線とかあるいは旅行者とかツーリストの目線 こういった目線を持っていま一度ですね、えー、街を見渡してみることが大事なのかなというふうに思っていますそれでは早速ですね、えー、ツーリストの目線で、えー、東京を眺めてみましょう初めて東京を訪れるツーリストはですねこう感じます東京にには何かガイドブックに載ってない 自分たちの知らない目に見えないルールがあるんじゃないかなと、えー、時にそれはですね不安を煽るんです、まあ、ですが東京人のように東京を楽しむためにはどうしてもこれを克服しなきゃいけないんです最初の関門は渋谷のスクランブル交差点です1回に最大3000人が 渡るると言われてい世界で、えー、最も混雑しているこの交差点ビートルズで有名なロンドンのアビーロードという横断歩道がありますけれどもそれよりも今渋谷のスクランブル交差点の方が人気のスポットかもしれません私たち東京に住んでいる者はあのスクランブル交差点を渡るときにまあさして 苦労して渡ることはないんですけれども、えー、ツーリストの目から見たらですねなぜあれだけの人の波の中をぶつからずにあるいは転,ばる <laughs> 転がることもなく転ぶこともなくですね目的の場所に渡っていけるのかこれ非常に不思議に思うみたいですアビーロードの アビーロードでは、ただ車に気をつけてですね横断歩道でビートルズのふりをして写真を撮ればいいんですけど渋谷のスクランブル交差点では迫り来るですね人の大群に向かって勇気を振り絞って飛び込まなければいけない渋谷のスクランブル交差点をですねえ攻略できたら え次に待ってるのは東京名物の満員電車ですわざわざ混雑する時間帯に駅員のです、ね、人たちにこう背中を押してもらってすし詰めの車両に入ってみたいとそういう体験をしたいということでやってくる強者たちがいる、えー、東京のですね体験型の 人気アトラクション。<laughs> <laughs> 満員電車で困ることっていうのは、駅に到着したときにですね、降りる人の流れに押し出されてですね、列車を降りてしまう。自分の目的の駅であれば、それで構わないんですけれども、いやここは僕は降りる駅じゃないよというときに、人の流れがわっとこう押し寄せてきてですね、ホームの方にこう押されていくと、 いいやいや僕はここに降れるんじゃないよって言って必死になってこう踏ん張ってしまうんですよねそうするとただの迷惑な障害物になってしまうんですまあ私たちはルールが分かってますから一度それを理解できれば押し寄せる波に身を任せてホームに一旦降りて降りる人が終わるのを待ってもう一回 乗れればいいいじゃなかかと分かるんですけれどもツーリストたちは初めて経験しますからここで押し流されたら大変なことになると思って一生懸命踏ん張ってしまうんですね。す東京に行ったら玄関で靴を脱いでねと日本通の友人に言われたりあるいはガイドブックを読んで、えー、ツーリストたちは。 東京にやってきます、えー、食事に行くときに、えー、レストランの玄関で、えー、靴を脱いで上がります靴を脱ぐ仕草はが結構様になってきたなと思いながら食事を楽しみます途中でトイレに立したくなってトイレに向かっていくとなぜかスリッパが置いてあるちょっと不安になりますけれどもスリッパを履いて 用を足します夜を足し終わった後に席に戻ろうとすると店員さんに「あお客さんすいませんそのままで戻られたらちょっと困ります」呼び止められるんですね。困惑します。脱ぐのか履くのか履くのか脱ぐのかトイレのスリッパの使い方まではガイドブックには書いてないんですね。 まあこのようにですね私たちの身近には私たちも気づいてない見えないルールがいろいろとあるんです次はツーリストの目線を持って自分たちのですね日常の生活を見渡してみたいと思います世界に伝えたい日本の魅力って何ですかと問うとまあ大体の人が世界遺産や有名な観光地を 上げるんですねでももっと身近に私たちも気づいてないような魅力が潜んでるんじゃないでしょうかタクシーです日本ではタクシーのドアを開ける必要がありません自動ドアだからです私たち逆に海外に行った時にタクシーの料金を払い終わった後そのままずっと座っていて ドアが開くのを待っていたりあるいはタクシーを止めたときにドアが開くのをただ立って待っていて運転手の人にけげな顔で見られたりすることがありますタクシーのドアは私たちにとっては日常ですけれどもツーリストたちにとってはちょっと不思議な面白い体験なんですね 今日本全国がおもてなし症候群のかかっているようです。とにかくおもてなしをしなきゃいけないよね。おもてなしをしなきゃと。焼きになっています。そんな中で、えー、ツーリストにお好み焼きが人気なんです。これ海外で言えばお金を払うのになんで自分で作らなきゃいけないんだと。まあ、クレームになるような、まあ、そういうスタイルなんですけれども。 自分で素材を選んで、自分で料理して食べる。こういうおいしい体験が今、ツーリストにとても人気です。是が非でも面倒を見てあげる。すべて面倒を見てあげる。それがおもてなしということではなくて、楽しい経験を提供してあげることがおもてなしだということ。あとは、よそ行きなことじゃなくても、まあ、高価なことじゃなくても、 楽しい体験が提供できればそれがおもてなしになるんだということをこのお好み焼きが教えてくれてます。ダースベイダースタイル2 0 1 2年にですねバレンシアガとアレクサンダー・マック・イーンがキャットウォークにサンバイザーを登場させて非常に話題になりました。しかし皆さんご存知の通り サンバイザーというののは日本の夏の風物詩なんですね。夏が来ると強い日差しを避けるためにサンバイザーを身につけた女性たちあるいはママさんたちが街にあふれますま。そういう意味では日本の女性たちっていうのはもう何年もですね世界のファッションリードしてるファッションリーダーと言えるかもしれません。 それでツーリストっていううのは、えー、何なんでしょうか。ツーリストにとって大事なことって何でしょうか好奇心です。旅先で私たちは好奇心の塊です。限られた滞在期間の中で見たことないものを見たい聞いたことのないことを聞きたい地元の人に会いたいいろいろな体験をしたい。 好奇心のまままに行動します今まで出会ったことのない文化に出会いそれを理解しようとする好奇心は人生を豊かにするんですね一方で日常生活がルーティン化していくと好奇心はだんだんと影を潜めていきます小さい頃に知らないものに出会った時のワクワクする あの感じを取り戻すことを多様な価値観を持った人たちが集まり交流し暮らすこれからの街そこに住む都市生活者たちは無関心ではなくてこの好奇心大事なんではないでしょうか最後にえーツーリストツーリスト目線になるための えー、3つの方法を、えー、皆さんに、えー、紹介したいと思います1つ目スニーカーを買う、えー、スニーカーはツーリストの命です歩くっていうことがすごく大事なんですね2つ目あえて迷子になってみるいつも通い慣れたら通勤通学の道から1本 裏道に入ってみるあるいは、えー、ちょっと横道にそれてみるそうすると今まで見たことのない出会ったことのない新しいものに出会える可能性があります3つ目これはちょっと、えー、やるのにハードルが高いかもしれないんです知らない人に声をかける変な人なのって思われるリスクがちょっとあります 知らない人との出会いっていうのは今まで想像だにしたことのないこう世界の広がりをですね提供してくれる可能性がありますまあただ季節は春なんで巷にはいろんな人が集まってきます話しかけるときには十分吟味して声をかけてくださいえ皆さんそれぞれがそれぞれのですね日常生活の中でツーリストになってみると いうことを実践して好奇心をくすぐる。人生の探索と発見をですね。楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。今日はありがとうございました。